Okay, hey guys, so, can I have your questions? Let's do this. Yeah, well, I feel living in Japan, there's this thing called hayari, which is when everyone, you know, dresses the same and kind of, you know, looks similar. And, they always tell me the same thing. Nisan, めっちゃ日本語上手ですね。日本に住んで何年なの？すいません、あの…ホッシュうまいね。やっぱり鼻高いの羨ましいわ。It feels like I'm always just 外国人、not an individual named Mark.Oh, so the other day, I found this izakaya down in Akasaka that caught my attention. And, something interesting happened. いらっしゃい。お一人様？はい。あ、どうぞどうぞ。飲み物はこちらです。ビール一つ。ビール。はい。ゆか、はい、ここみんなホッピーで。はい。お前何する？じゃあトマトホッピー。トマトホッピー。あとスケーティングシャーベット。はい。あは黒ホッピーでいこうかな。黒ホッピー。以上で。以上。うん、オッケー。はーい。しょう。はい、お待たせしました。よいしょ。待ってました。はい、ありがとう。黒ホッピーは、あ、これ、はい、ここだね。よっ。で、そしたら、ゆうかちゃん25歳の誕生日を祝して、え、乾杯！ありがとうございます。ありがとうございます。店長も、乾杯っす。騒がしくてごめんなさいね。今日は誕生日ですか？そうなんです。みんな私の大学時代の友達なんです。そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。お、もしよかったら飲んでみます？じゃあ、そしたら、うん、はい、お待たせしました。これは、ビール？ビールみたいだけど、ビールともちょっと違う。おいしい。でしょ？うん。あ、ちょっと待っててくださいね。私のおすすめの飲み方、どうぞ。ん？え、これもホッピー？まあ、飲んでみてください。全然違う。ホッピーとカシスを合わせた通称ホッピーラブ。全然印象変わったでしょ？うん。
違う。一見分かりづらいんですけどね、知れば知るほど奥が深い飲み物って感じで私も好きなんです。あ、なんかそれって日本人っぽいな。何ですか？あ、いや別に。いや、私って天才かもな。What's so Japanese about this? マークと言います。あ、マークさん。突然すいません、ちょっと優香さんに聞きたいことがありまして。で、話というのは？これ、ホッピー。この前優香さんはこの飲み物のことを日本人っぽいと言った。僕はその意味をずっと考えてたんだけど、全然わからないんです。私そんなこと言いました？言いました。言いましたか。マークさん、めっちゃ真面目ですね。ごめんなさい。あ、いやいや、すいません、こちらこそ。なんていうのかな、確かに日本の人って心の内をなかなか他人に話さないし、何考えてるか分かんないところも多いんですよね。でも今マークさんと初めてちゃんと話して、私がめっちゃ真面目って思ったみたいに、ちゃんとその人のことを知って、その上で初めて見えてくるものがあるというか、だから私は居酒屋が好きなんだと思うんです。ここって普段は言えない本音を語り合う場所っていうか、実はみんなそれぞれに結構熱いものを持ってたりするんですよ。あ、ちょ、語りすぎちゃいましたね。ええ、とても理解できます。そしたら僕も語り合ってみていいですか？え？居酒屋ダイアローグ。ああ、はい。改めまして、僕はマークと言います。はじめまして、私は優香です。僕はスウェーデンからやってきました。日本のアニメを見たことがきっかけで日本文化が大好きになって、仕事辞めて留学しに来ました。それは日本を代表してお礼申し上げます。でも最近わからなくなることがあります。ここに住むといいとこと同時に、どうしても好きになれないところがたくさん見えてきます。ああ、
うん、でもいいと思います。そういうものだと思います。いいところも悪いところも含めて好きになってくれたら嬉しいです。逆に何か質問ありますか？じゃあ、あなたにとっての幸せってどんなイメージですか？色でも形でも目には見えない何かでも。難しい。とってもいい質問ですね。優香さんにはありますか？その答え。いいえ、私にとっても難しくていい質問です。だからこそ聞いてみました。なんか変ですね。変ですね。それすごいよ。その質問筋がいい。それいろんな人に聞いてみるといいや。あ、ポテトサービス。And that's how we decided to start this slightly strange experiment of ours. Ah, Mark-san! Ah, Yuka-san!おはようございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、なんかすごい立派な機材ですね。あ、でしょ、見て。ちょっとあの海外に向けて動画作って配信したりしてて。え、これ全部マークさんなんですか？すごい張り切ってますね、ゆうかさん。当たり前ですよ、やるときにはやるんです。それでは題して居酒屋ダイアログの成功を祈願しまして。あ、違う違う。え、まず最初に二礼して、二拍手して、一礼。あ、二礼して、そう。はい、じゃあもう一回。はい。あ、逆逆逆、二回も合ってるけど、最初にお礼二回してからの。あ、そう。あ、オッケー。本当緊張しますね。え、店長さんの弟さんって、うん、どんな感じなのかな。あ、なんか私も知らないんだけど全然。うん、でもなんかとりあえずじゃあまあ弟だったら連絡取れるみたいな話をされて。なるほど。うん、そうそうそうだったかな。ちょっと緊張するな。ね。っていうかもうちょっと。いや、長くない？おでん、僕なんかいいんですかね？もちろんです。僕めっちゃ普通の人間ですよ。いや、それがいいんです。普通が一番です。はあ、店長さんが弟さんの隠れた面白さを引き出してやってほしいと。いやハードル高いよ、兄貴。ハードルが高い。では。はい。あなたにとって幸せってどんなイメージですかという質問をしていまして、色でも形でも、あとは時間でも場所でも、どんな表現でも OK です。はい、そういう質問です。どうぞ。え、ああ、難しいですね。なんだろう、なんかふわふわしてて柔らかい感じ ですごいいい匂いがして、触れたくても触れられないみたいな、そんなイメージ。
じかな。ちょっと気持ち悪かった。あ、いやいや、大丈夫ですか。大丈夫です。こんな感じでいいんですか。こんな感じで大丈夫です。あ、同じでいいですか。だからなんか漠然と、なんかそんな、うん、そんな。なんか硬いっていうか、こう、決まったセリフみたいに質問するんじゃなくて、もっとこう、なんていうの、こう、会話みたい、会話するみたいに話して、もっと相手の話をどんどん引き出していかないと。お二人にとって幸せってどんなイメージですか。コスモスっていうイメージが、その幸せです。コスモスって可愛いコスモス、ね、お花のコスモス、ね、お花のコスモス。だいたい日々幸せだなと思ってるんで、幸せじゃないなんか出来事が起きた時に幸せだったんだなっていうのは感じます。家族だったりとか家庭みたいなイメージが幸せっていう言葉に紐づいて、あのイメージできますね。なんかカメラ緊張しちゃうね。今支えてほしい人たちがどっかにいるはずなんですよね。赤坂の町の温かい人たちがいたから僕たちやってこれたと思うんで、この町にまず恩返ししたい。なんかお母さんみたいな、柔らかくてなんかほんのりピンク色で、なんかあったかい感じですかね。幸せなんてそこら辺にあると思いますので、はい、一生懸命ふわっと生きていく。Hey guys, this is Yuka. Hello, Yuka です。Yay, yay, yay, yay. And this is Akasaka. We'll be doing interviews with various people here today, but the reason is still a bit of a secret. どう、ゆうか、インタビューしてみて。マークさんが下手くそなので、私がビシバシ指導してます。Okay, guys, I'm not going to translate that. 実はちょっと数年前に、あの旦那を亡くしたんですよね。見取ったっていうか。なんか手を握ってありがとねってお互いにこう長い間そんな仲良くなかったのに最後の瞬間ね手を握ってなんかありがとねって言った瞬間が、あ、なんか幸せってこういうことかなみたいな、なんか変なんですけど、もうハッピーハッピーいい笑顔いい笑顔今なんかやってるんですか、撮ってるんですか。あのこの 赤坂あたりをちょっと幸せについて皆さんに聞きしてます。恋人とか。いや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 、違います。違います。でもなんかもう自分の幸せイコールこの子たちになっちゃってる今。ちょっともらってばっかりだったから、それを人にも幸せを与えられるようになっていけたらいいです。なれるように頑張ります。レン君、大好きなものありますか。ロマンスカーです。大きい声で言ってみて。ロマンスカーです。ロマンスカー。ロマンスカー。ロマンスカー。そっか、じゃあロマンスカーを乗ってる時って楽しい。うん、じゃあそれがもしかしたら幸せの一つかもしれない。うん、いいね。いいですね。ですね。行けますか。行きましょう。店長、気合入りすぎ。行きますよ。あなたにとって幸せのイメージを教えてください。It's obvious when you think about it, but now I finally understand. Hey! You guys! Oh, tired! Even if everyone seems the same, the more I get to know, the more I appreciate the difference.Everyone really has their own story.
何がおかしいの？なんか思うんですけど、めっちゃギャップですよね。There's one thing I still don't understand. お、たくさん飲んでる？もちろん。みんな面白いよ、ゆうかの友達。でしょう、うん、まあ。たまに調子に乗りすぎちゃうとこあるけどね。本当にゆうかのおかげでたくさんの人に会えた。たくさんの人と話ができた。うん、本当にありがとう。いや、逆にありがとうですよ。私もすっごい楽しかった。うん、楽しかったなね。あ、そうだ、最後に。え、ちょっと何？やめてよ。まだ、ゆうかの答え聞いてなかった。いい、やめて。いいよ、恥ずかしいよ。では改めて、あなたにとって幸せってどんなイメージですか？改まって聞かれると難しいな。ほら、何でもいいから。そうね、なんか私はなんかあんまり自分に興味がなくて、趣味とかこうこれをすると幸せみたいなのがあんまりないんだけど、でもやっぱり好きだなって思う人が楽しそうにしてるのを見ると幸せかな。です。ゆうか。はい。注文いい？はい。みんな何ですか？はいはい。日本の皆さん、あれってどういう意味？12年間働いてた子が先週の金曜日に辞めたんですけど、こんなにみんな見送りに来てくれるんだと思って、なんか一番大事なものってこういうとこにあるんだなって思いました。まあ、あの人を大事に、することがあの自分の幸せという部分にあの返ってくるのかなというふうに。記憶なくすぐらい飲んでも、家に運ばれているという、あのどんだけ飲んでもこの人たちと飲んだら安心なんだと思える瞬間が一番幸せだと思っております。すごく穏やかな和やかな空気の中にいる時っていう感じですかね。ちょうど今日みたいな。友達といろんなことをその勉強のこと相談し合ったりとか、そうやってお互いに高め合っていける時がすごい温かな空間かなっていうふうに思ってます。一番お祭りですよね。お祭りに行くまでもう地域が一体となって、苦労とか、いろいろ大変な部分が多いんですけど、やっぱそれを成し遂げた後の達成感、まあ、お祭りやってよかったねというような、やっぱ笑顔を見る時が一番幸せですね。今この瞬間、今だって思いました。今共に生きてる仲間がいて、社員もいてくれて、で生まれ育ったこの町で、もう本当に大事なものを、大好きなものすべてと今もう心からつながっていられるっていう、この幸せは世界一幸せです。歩けることの喜びとかそういうものだと思いますけどね。それはこれ以上もっともっと長生きするためには、自分に素直に、それで人様に尊敬されるような、いい人間で生きたいと思いますと思って生きようと思います。よろしくお願いします。